こんにちは。今回ご紹介するお薬が、ニゾラールです。さあ、ということで、今回ご紹介する内容が、ニゾラールをニキビに使う方法はということで、まず今回のご質問を紹介して、その後ニゾラールって何ですかそしてニゾラールをニキビに使うことはできますかそして最後にニキビの治療薬の正しい使い方ということで、ニキビの治療薬の種類だとか、そしてそれらの使い分けっていうところをですね、お話ししていきたいと思います。 今回のご質問なんですけれども、皮膚科で特に塗り方の説明も受けずに大量の塗り薬が出ていたということで、えー、具体的にはですね、ヘパリンローション、エピディオゲル、アクアチウム、そしてニゾラールということで、もう今回ご紹介するニゾラール以外にもですね、もういろんな薬が出ているわけなんですよ。で、さらにこのニゾラールは、水虫やカンジダなどによる感染を治療する薬と袋に書いてあると。え、ニキビのつもりで受診したのになんで水虫とかカンジダのお薬が出てんのって、多分こういうお悩みというかですね、疑問をお持ちだと思いますので、 今回はですね、このニゾラールって何なのかっていうところ、そしてニゾラールをニキビに使うことってあるのみたいな、こういうお話ができればと思います。じゃあ早速ですね、まずニゾラールって何ということなんですけれども、このニゾラールっていうのは外用の抗心筋薬なんですね。 アクアチムとかダラシンっていうのは抗菌薬、つまり細菌を退治する薬なんですね。一方、このニゾラールっていうのは抗真菌薬なので、カビを退治する薬なんですよ。カビというのはさっき出ていたように、水虫だとか、カンジタだとか、こういったバイ菌のことをカビと言うんですね。はい、じゃあ実際どうやって使うのかということで、こちら添付文書を見ておりますけれども、効能効果を見てみますと、白線なので、水虫ですね。足の水虫に使っていく薬なんだよと。で、さらに皮膚のカンジタ症 と呼ばれるような、えー、感染ですねこういった感染症に使用されるということでまあ、いくつか効能、えー、効果ありますが主にね水虫だとかカンジダ症この辺りに使用される薬だということがわかりますはいこんな感じでニゾラールっていうのはニキビの薬ではないんですよカビに効くお薬なんですねじゃあカビって何ですかっていうことで見ていくと水虫だったりだとか皮膚のカンジダだったりとかこれニキビと違って湿った部分にできやすい皮膚疾患だったりとか皮膚の防御力だったりとか 免疫力が下がっている時に出てきやすい疾患。 なんですね。それがカビということになります。じゃあ次ですね。そんなニゾラールをニキビに使うことってあんのっていう話なんですけれども、ニキビっていうのはアクネ菌が原因になっている皮膚の疾患なんですね。だからこそ、抗心筋薬ではなく、アクアチムだとかダラシンみたいな抗菌薬が必要なんですよ。じゃあなんでニゾラール出てるのかということなんですが、それに使われてるのがですね、おそらく毛包炎とか毛脳炎って呼ばれる、こちらの疾患、この毛包炎っていうのはですね、心筋 具体的にはマラセチアという名前のカビなんですけれども、これが原因となっている可能性があるんですよね。で、このニキビと毛包炎っていうのはすごい似てて、で実際にですね、ちょっとこちらご覧いただきたいんですが、はい、こちら第一三共さんのサイトをお示ししております。えー、よろしければですね、概要欄に載せておきますので、皆さんしっかりご覧いただきたいんですけれども、この毛包炎っていうのは、今写真ぼかしてますが、結構ね、ニキビに近いような、まあ、炎症、皮膚炎みたいなものが生じるんですよね。で、さらに毛包炎っていうのは、 毛毛穴の奥の奥根を含んででいるる部分に起こる炎症ですということで毛穴の詰まりが起こってそこに炎症が起こるニキビとほぼほぼ同じようなメカニズムじゃないですか。 で、原因がですね、ここにあるように、マラセチアと呼ばれる皮膚の常在菌。これね、心菌なんですよ。アクネ菌というのは細菌なのに対して、マラセチアは心菌なんですね。細菌をターゲットとしているのがアクアチーム。このマラセチアをターゲットとしているのがニゾラールと。そんな感じなんですね。で、メカニズムとして、ニキビと同じようにですね、この毛穴の中の部分に炎症が起こって、パンパンに腫れ上がって海を持つと。で、さらに毛穴と毛穴ってこう、隣同士になってますので、それらがくっついてですね、もう本当に3つの毛穴が1つ ににななななななっっったたよよようううううババンンれがが黄色ニキビのような状態になっちゃうとこれが毛宝炎とこ毛炎いうイメージなんですねどれがニキビなのか、どれがマラセチア毛包炎なのかって、明確な検査をしてみればわかるんですけれども、おそらくそこまでやってないんですよね。多分これニキビの薬でアクアチム塗ったけど全然効いてないな。よし、ニゾラールでも追加してみるか、みたいな、そんなイメージなのかなというふうに思います。なので結論としてはですね、おそらくなんですが、ニキビと毛包炎の合体 合併をを治治療療ししててていいいいいくくたため、めのの可能性ががあるるかから、それれにににアクアクチムととニゾラールが同時に処方さなう思ます。ここからは僕の推測なんですけれども、ニゾラールをニキビに直接使うっていうことはおそらくないと思います。ニキビはアクネ菌が原因となりますので、えー、抗菌薬ですね、アクアチムだとかダラシン、こういったものを使用していく必要があります。でもそれを使ってもあんまり治ってないなとか効いてないな。じゃあなんだろうな。これ、毛包炎の可能性があるな。毛包炎の原因ってなんだったっけ細菌じゃなく てだなとじゃあその心筋を治療するためにニゾラールが必要なんだなっていうことでこうニゾラールが処方されているとまあなんかそんなストーリーなのかなというふうに思います。ではここからはニキビの治療薬の正しい使い方ということで質問者様の場合 ヘパリリリンン、ローーーーションエピディオゲル、ルアアクアククチムム、ニゾラークリームニラとこの4種類のお薬が出てるよっていうことなんですよねおそらく質問者様の、まあ、息子様だと思うんですけれども息子さんはですねこういった状態のニキビもしくはこれ以上の状態になってる可能性があります鼻の頭にポツッとできたようなニキビに対してですねこれだけ4種類のお薬が処方されるっていうことはありませんので困ってるニキビっていうのはこういうニキビだと思うんですよこういうニキビってどれだけ治療しても全然治ってこないしどん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 ニキビできてくるしもう一生治らないんじゃないかって心の不安がどんどん広がってきて ですね、あのメンタル的にやられてしまうんですがご安心ください。 これは治ります。ニキビは病気なので、正しく治療していただくことができれば治ります。僕もこれ、もう全然これよりもひどい状態だったんですがえ、しっかりと治しきることができましたので、治そうと思えば治せる病気なので、しっかりと治療をするということが大事になります。じゃあどうやって治療するのっていうことで、まずヘパリンローションですね。これ何なのかっていうと、シンプルな保湿薬です。めちゃくちゃすごい成分が入ってるかっていうと、おそらくそういうことではなくって、とにかくシンプルに保湿すると。ただ、シンプルなことがすごい重要なんですね。特にニキビの 治療していく上にはシンプルなことがととがっってても重要ななんですすよ刺激を少なくしてしっかりと保湿するこの2つの掛け算がすごく重要なのでもしこのヘパリン系のものヘパリンローションだとかヘパリンクリームこういったものを処方されているよという方はですねまず保湿剤としてしっかりヘパリンローションを塗っていただくということが大切になります顔全体の保湿のためにですねヘパリンローションを塗ってくださいでその後何をするのかっていうとこのエピデュオゲルですねこのエピデュオゲルがキードラックになりますどうやって治すのっていうと このエピディオゲルをいかにして使っていくかっていうのがポイントになります。えー、セットとなっているのはアダバレン、ディフェリンゲルとベピオゲルというこの2つのお薬がセットになったものがエピディオゲルです。このエピディオゲルって何をするのかっていうと、こちらちょっと拡大させていただきますが、えー、こんな感じでですね、肌。 にはですね、毛穴の詰まりがたくさんできているんですね。ニキビだけじゃなくて、この白いちょん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 みたいなやつ。これが毛穴の詰まりのコメドって呼ばれている状態です。この白いコメドを治療しないと、いくらこの腫れ上がったニキビを抑え込んでもですね、次から次へとニキビが生まれてくるんですね。これを退治してあげるお薬がエピディオゲルになります。なので、エピディオゲルっていうのは、この赤い部分だけではなくて、顔全体にですね、ぐーっと塗り広げていく必要があります。このエピディオゲルの刺激感がすごい強いので、それを緩和 するためにヘパリンローションのような、ほんと無害な保湿剤を使うと、これがポイントになります。ビタミン C だとか、ビタミン A、レチノールとかが入った保湿剤を使うと、それだけで肌への刺激があるので、そこにプラスアルファエピデュオが乗ってくると、もう肌がね、こう、ボロボロになってしまう可能性があるので、エピデュオでの治療中、もしくはディフェリンだとかベ、ベピオゲルですね、こういったもので治療されてるよっていう方は、ヘパリンとか、 本当、無害な保湿剤を使うっていうのがポイントになってくると思います。えー、そして次にですね、アクアチムクリームですね。このアクアチムっていうのは赤ニキビだとか黄色ニキビの炎症を抑えるというお薬ですね。アクネ菌を退治するというのがアクアチムです。で、最後、今回のニゾラールなんですけれども、ニゾラールクリームっていうのは先ほど申しました通り、毛胞炎の治療になりますので、えー、ニキビの治療と毛胞炎の治療ということで、こう、二つの軸で走っているのが、えー、今回の手法だということがわかりますね。ニキビを治療するには、ヘパリンで保湿、エピディオで メドル、そしてアクアチームで炎症の起こったニキビを退治すると。 で、さらに、毛包炎も合併している可能性があるから、ニゾラールを乗せていくみたいな感じかなというふうに思います。おそらくなんですが、背中ニキビとかに処方されることが多いので、もし背中ニキビも出ているということであれば、このニゾラールは背中に塗るんでしたっけみたいな感じで、えー、再確認していただくといいかなと思います。おそらくなんですが、まずニキビに悩んでいるのであれば、ヘパリンローションで保湿して、ピディオでコメドを取って、さらにアクアチムで炎症を取ると。で、プラスアルファ、毛包炎が起きているんじゃないかっていう場所には、ニゾラールを乗せるって。多分こういうこと かなというううにに思思いいいいいいいまますすすので、えー、一度で度ねご確認いただくとといといかなことで今回はですねニゾラールのお話をしながらニキビの総合的な治療方法についてですね改めてご紹介しました、えー、今ニキビでこんなことが困っていますということがあればですねぜひお気軽にコメントいただければと思います僕が分かる範囲で回答できるところは回答していきたいなというふうに思いますので、えー、引き続きよろしくお願いしますということで今回はここまでですではまた